年齢は、55歳で必要なものが必要な時にすぐ出せないですね。まあ、あとなんか買い物依存症とか。買い物が好きなんですよ。お邪魔します。すごいお美しい。ここは綺麗だけど、はいはい、そっちに物が、はい、ああ。雪崩が起きそう。うわあ、もうなんかこれ見ただけで疲れが出る。物が多いとやっぱり物の管理に時間を取られる。こんだけ片付けたりするのも物が多いからだと思って。多いです。あ、多いですね。ダントツ多いです。割とぎゅうぎゅうに収納が多くてなんとか、ね、このハンガー見てびっくりしましたよね。ハンガーだけで6、7万ぐらいかかってると思う。服の数ちょっと数えます。183、184、まあ、210着。こんなに紙袋持ってる人人生で初めて。まあときめく。これだって物置のために家賃払ってるみたいな感じですね。そうなんですよ。永久保存版で、あ、だから落としちゃった。経年劣化。前なんか今整理収納アドバイザーの方に来ていただいたことが、そうなんですね。あと自分で勉強も2級はあります。おー、整理収納アドバイザーの意気を持ってらっしゃる。座っていいですか。はい、あ、疲れました。片付けられない人ってやっぱり高齢者の方に多くて、片付けはできたらもう若いうちにやった方がいいです。逆になんで自分が物を減らせないと思いますか。誰かの役に立てるんじゃないかなとかですね。買った時に少し高めだったっていうのもあります。メルカリとかで売りたい、一言でそれが信用できないんですよ。はい、いくらで売れそうって言えます。でもみんな多分それ即答できなくて、もうなんならじゃあ今出品してもらいたいですね。割と重症です。そうですね。じゃあなんで高齢者の人とか年齢重ねた人が釣れないかっていう、はいはい、そう、要はサンクコストっていうのは、まあ、埋没費用みたいな。サンクコスト、この部分は全部もパンツ、本当に好きなものって多分1年に1回どころか、まあ、2回3回4回10回とか着るじゃん。洗脳。なおさんはなんかこう病気病気というか、はい、もうそういう物に囲まれてる方が幸せな人生っていう風品をっていう感じで、今日1日6時間ぐらいかけて、片付け2日目、2日目8時間かけて来合っていただいてありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいました。あの、わざわざお越しいただきありがとうございます。あ、気忘れてました。時計にしたり映画とかを映したりしてますね。あの、天井埋め込み型のプロジェクターです。あ、そうです。あの、そうなんですよ。僕よく行ってるんですけど、スポーツジムのお風呂入ってるので。まあ、でもすごい綺麗。だいぶスカスカですけど。ここに下着を入れてるんですか。はい、無印良品で買った収納なんですけど、あ、はい、まあ、ここにパンツとか靴下を入れてますね。でもタオルとか残り1枚、ちょっと洗濯機で混んでるからなんですけど、全部で4枚って言ってました。そうですね、4枚。他は何もないのです。まあ、あとここに押し入れがあるくらいですかね。これ寝袋ですね。寝袋と枕と、まあ、あとはそこに。本当にないですね。はい、薬はここ、任天堂スイッチはここ、ガジェットはここで、これは今ちょっとこれから撮影行くんで、もうカバンにいろいろ詰めてるんですけど、飲み物とか撮影機材とか、うん、これだけ持っていくんですか。あ、はい、もうここに自撮り棒とか撮影機材入れて。お手洗いに入る。あ、はい、特に何もないですけど、もうそっちそのままお手洗いです。あ、なるほど。トイレットペーパーがそっちにあるんですけど。靴、はい、靴そこに、はい、今そこ書類、まあ、今このサンダルと、スマートその靴だけですね。防災用のお水と、まあ、あと筋トレするときに持っていくサポーターと折りたたみ傘と、あと玉のポケットティッシュとマスクと、はい、これはあるんです。消火剤はあるんですね。あ、そうなんですよ。白くておしゃれ、ちゃんとある消火器があります。これ防災カバンですね。あ、これなんか必要なものが入ってるんだ。はい、ここにラジオとか雨具とか、まあ、これ防災カバンですね。まあ、基本的にあとここになんかパスポートとかあったり、まあ、ペンもここですね。受け取る時のサインとか、まあ、印鑑とかももろ全部。領収書の他の保管はどうされてるんですか。で、家に帰ってきたら領収書はここら辺に。好きなのがこれなんですけど、あの、ちょうど一昨日あの税理士さんに渡してきたので入れてますね。1ヶ月ごとにここにオプションで、まあ、なんか玄関で使う鍵とか、なんかたまに使うのりテープ。これも無印。これも無印です。もうセットでオプションで買えるんで。シートあげるの、ここに何か少しあるって感じですね。そうですね。もうそこに全部プロテインと。あ、はい。ここが多分一番固まってるとこですね。サプリメントと調味料と、まあ、あとプロテインやらサバ缶やら。あとなんか結構ここら辺で、まあ、こう拭いたり使ったりするんで、てか、まあ、我が家見てもらったとおり、キッチンがめちゃくちゃ狭いんで、こんな感じに工夫して、もう茶碗とフライパンしかないんですよね。もうこれでお米も炊くし、はい、もうこういうのでサクッと、はい、ここはガランとしてると思ってたんですけど。あ、はい、
入ってると思ったんですか。ああ、あっち側に、ね、もうちょいあるかなと思いました。これは貼ってるって言ってましたね。あ、そうですね、そこをもともとカーテンも置きたくないから、カーテンの代わりにその目隠しシートっていうので自分でフィルムを貼ってもやをかしてるっていう、外から見えないようにっていう。その照明はつけたりしないんですか。あ、日中つけないですね。日中はつけない、ね、夜も基本つけなくて、もうこれなんか間接照明にするんで、僕あんま天井のシーリングライトのあんま好きじゃなくて、これあくまでなんか、あ、シーリングライトなんか雰囲気なくなる、ね、あ、そう、雰囲気なくなる、そうなんですよ。出窓とそこで日が入るから6時7時くらいまでつけなくても過ごせちゃうから。どういうお部屋で生活したいとか憧れってあったりしますか。ホテルライク。あ、ホテルライクいいですよね。まあ、多分ホテルに落ち着くのって物が少ないからだと思うんですよね。そうですね。多分日常的に結構物が散らかってたりすると、うん、ホテル行った時にこう整理整頓されてて落ち着くみたいな。あと物の住所を決めたいです、ね、そうですね。本当と散らかってて、じゃあなんかさっき例えば薬がどこにあるかとかわかります。一部は分かるんですけど、はい、一部はもう本当に、うん、なんか使ってない薬とかなんかチャットして、たまにいる時に大変なことになって、うんうん、あ、ないないないみたいな感じで、一応薬箱あるんですけど収まってないんですよ。あー、なるほどなるほど。これソファーがあるんですけど、ちょっと床に床にソファーがあるのに床に座ってますはい、ということで今日も物を減らしていくんですけども、今回は渋宅に来て実際の生の渋宅を今体験していただいて、はい、まあ、物を減らせばここまでスッキリするんだっていうのをもう身をもって体感されてると思うんですけども、はい、まあ、この後なのでお宅に行って片付けさせていただくんですが、はい、先にちょっと自己紹介をお願いします。はい、北九州に住んでいるなおです。なおさん、はい、はい、僕も下の名前なおとなんですよ。あ、すいません、邪魔して。いえいえ、はい、はい、年齢は、55歳で、はい、自営業をしております。はい、ちょうど55だと、はい、まあ、僕のお母さんくらいに当たるかな。はい、皆さん、北九州市出身っていうので、はいはいはい、僕と一緒ですね。はい、一緒です。僕は門司出身です。はい、私も文字出身です。文字出身なんですね。はい、ちょっと待って、まあ、地元トークが、はい、っていう奈緒さんなんですけども、はい、まあ、今回ちょっとなぜ申し込んでくれたのか、はい、ちょっと応募の動機をお伺いしてもいいですか。はい、応募の動機は何でしたっけ。あ、はい、なんかじゃあ一応メモってて、ミニマリズムが、はい、アートから来てるっておっしゃってたっていうのがすごくちょっと引っかかって、はい、と私が好きなアメリカで活躍されているすごいミニマリストさんがいるんですけど、その方となんとなくこう似てる、うん、はい、おしゃれな感じが似てるなと思って。あ、はい、はい、そう、実はミニマリストっていうのが今でこそこう必要最小限の持ち物で生活する人っていう意味で使われてるんですけど、はい、実は発祥は物が少ない人ではなくて、うんうん、ミニマルアートをする専門家のことをミニマリストって呼んでたっていうのが実は歴史的な背景としてはあって、はいはいはい、でそこから今転じて物が少ない人では使われてますけど、はい、まあ、例えば分かりやすいのがアップル製品とかってよくミニマルデザインって呼ばれたりとか、まあ、要はなんかこう必要最小限の装飾でアートをする人みたいな意味合いで使われたのがミニマリストで、まあ、だから僕も物減らしつつこうちょっとアトリエっぽくなんかすっきり美しく見せたいみたいなのが欲求としてあってとか、まあ、別になんかそこまで意識しなくてもやっぱりある程度物減らして整理整頓するだけで部屋って美しくなるじゃないですか。だから片付けすること自体がなんだろうな、まあ、アートの要素があるというか、要素を減らすことで美しく見せるっていうような。片付けすることがアートの要素ね。そうなんですよ。名言ですね。あ、ありがとうございます。素晴らしい。はい、ね、散らかってるから片付けたいっていうのがあると思う。そうですね。何度一見はちょっと何もない感じなんですけど、はい、とか何度にしてお部屋とか、うんうん、クローゼットはもうと散らかってて、でなんか必要なものが必要な時にすぐ出せないっていうのは非常に悩み、うん、さっきもなんか僕の家に来た時に真っ先に見てたのが結構収納部分、まあ、ここもそうなんだけどなんか結構細かい収納のところをすごい、はい、気になり興味津々に見てたので、はいはい、ちょっとあ、なるほど、物がなさすぎて、はい、ちょっと私の参考にはならないかもしれないけど、はい、まあ、でも少なからずそうですね、やっぱこういう生活してるとその何がどこにあるかで迷うってことは本当にないですよね。もう任天堂スイッチやろうと思ったらあそこ、薬はこことか、ペンはあそこにあってとか、うんうんうん、
筋トレのサポーターはそこにあるとか、うんうん、一目瞭然でした。もう全部把握はしてます、はい。まあ、把握してるというよりは物の数減らすも勝手に覚えちゃいますね。さっきあの物の住所がみたいな。ああ、そうなんですよ。じゃあちょっとこのままお家伺わせて、はい、あ、はい、よろしくお願いします。ずっと正座で疲れましたでしょ。はい、はい、痛い、はい、すいません、小鹿みたいに。渋さんはアートは飾る予定は？ああ、そう、実はこの家引っ越してきた時に、はい、僕のこの家のコンセプトはもうアトリエにしたいっていうのが一つあって、うんうんうん、人生で今まで一番広い家住んでるんですよ。広くて、で真っ白に張り替えて、でアトリエってだいたい真ん中にこう椅子とかソファーで、そうですね、っていうのを意識してこういう家具買ったりとかして、で最初はなんかこの辺りに飾ってたんですけど、結構飾りたいアートを探すのが難しいなと思って、興味はあります、置きたいなと思いつつ、実際置こうと思ってこの家選んだくらいだし、まあ、あとなんか強いてアートっぽくするのであれば、まあ、これ使ってるんですけど、まあ、この中にまあこういう、なるほど、ランダムでアートを表示してくれるっていうやつで、あ、ランダムで表示してくれるんだ。あ、そうです、これ僕が選んだやつじゃないんですよ。で時間が経つと変わります、これアートが。部屋にアート飾りたいときはこれ使うかみたいな。結構家に飾ってらっしゃる。私ですか？はい、私飾ってます。趣味なんですね。はい、はい、せっかくのアートもなんかその周辺に物がいろいろごちゃごちゃ飾ってると、本来アートが絵が主役になるはずなのにアートが背景になっちゃうんですね。そうそう、本当にそうですよね。そうですね、まあ、だから僕美術館とか好きなのはなんかその好きなんですか？はい、私も大好きです。はい、なんか別になんかそんなアートに詳しいわけじゃないんだけど、僕結構あの空間が好きで、空間自体がいいですよね。わかります、なんかとってもわかる。床面積、割と広い空間に対してあんまり物置いてないじゃないですか。ない、ない、全然ない。真ん中にちょっとソファーぐらいで。あ、そう、はい。僕も本当にそれが好きでこの部屋にしてるくらいなので、広いからといって作品がたくさんありすぎると、その一個一個が際立たなくなっちゃうから背景になるっていう。渋さんが来ると決まってから、はい、ものすごく、ものすごくじゃないけど結構物が減りました。おお、片付けました。あ、すいません、なんか先に片付けもうちょっとしちゃったというか。あ、全然、あの片付け企画する前に片付けをしてるっていう、あの YouTuber 泣かせの作画。いや全然いいです、いや全然、あの素晴らしいですね。やっぱねこの企画に申し込むことでやっぱり、ね、意識高まると思う。すごい高まりました。一体皆さんでも申し込むけど大体みんな散らかってるんで。はい、いろいろ見ました。女性の方がすごいですね。そうなんですよね、基本的にミニマリストに憧れ持ってくれる人って女性が多いんですよね。あの、もう僕の視聴者さんも今7割ぐらい女性だったりして、で、まあ、やっぱりそれこそ男性に比べてちょっと物が増えやすかったり、まあ、それは例えば化粧品であったりとか、まあ、生理道具とかであったり、で洋服もそうですね、やっぱり男性よりも女性の方が、服のパターン一つとっても男性って結構もうなんかパンツにシャツとかなんかある程度デザインの方が決まってたりする一方で、結構女性ものってトレンド、スカートもあるし、スカートもあるし、なんかオフショルが流行ったりとか、変わった形のデザイン結構流行ったり、タイトスカートとか、なんかいろいろバリエーション豊富で、そうですね、トレンドの移り変わりも激しいから、やっぱり女性の方が物増える傾向にはあるかなっていうですね。まあ、あとなんか買い物依存症とかの統計取るとやっぱり女性の方があの買う傾向にあるらしいので、買い物が好きなんです。ですよね、はい。まあ、なんか男性と比べて女性の方は結構感情で物を買ったり、あの可愛いとか、はいはいはい、おしゃれみたいな、はい、まあ、男性は結構合理的に考える人も多いから、うん、まあ、もういるかいらないから結構、うん、買い物も早いですよね男性。そうですね、そういう意味でも結構、そうですね、女性の方が割と散らかってる傾向がというか、まあ、僕の視聴者さん、申し込んでくれる人も実はもう7割くらい女性なんですよ。あ、そうなんですね。男性あんま申し込み少ないんですよね。そうだから、あの興味ある方はあの概要欄にリンク貼ってます。そこで、はい、まあ、女性も男性もお待ちしてるので。あ、はい、はい、男性の方も待ってます。はい、じゃあ形に行きます。はい、はい、ルンバがもうちょっと大きいと思ってたんですけど。あ、なるほど。これあの世界最小サイズのお掃除ロボットで、スイッチボットっていうメーカーさんの K10 プラスっていう機種なんですけど、ゴミ袋はこれをそのまま乗せて、でこれを70日に1回こんな感じで掃除してくれます。この2つ重なってるんですか？あそこに入る。僕立てますよ。普通に座れた。
これマスクぶっ壊れていいですね、日の光に当たって仕事する。そうです。あー、そこ、あの充電ケーブルです。はい、我が家これで全部統一してるんですけど、こういう薄い AC アダプタにこの巻き取り式のでこうですね、ミローンって、これがなんか一番ごちゃごちゃしないかなと思ってて、また間接照明が組み立て式の、そうです、あの高さあるんですけどすごい小さく分解できるっていう、まあ、ここをタッチするとこんな感じで、もう夜はこれつけて生活してますね。まあ、このなんか細い一筆書きのスタンドライトが好きで、言われないと分かんないですよね、あそこにあったのっていうくらい、あ、いい意味で存在感がないというか、写真も撮っていいですか？はい、はい、チーズ。じゃあ今から片付けに向かいます。今から新幹線乗って移動するんですけど、まあ、あのおすすめは切符を買うときに並ぶんじゃなくて、あのアプリでスマート EX ってアプリがあって、それ使うと、まあ、今あの年末のラッシュで人混んでるんですけど、まあ、並ばずに買えて値段も安くなるんで、なんか券売機だとこんな風に並ばないといけないんで、予約取れたんで行きましょうか。ちなみになんかせっかくのデジタルでチケットレスなのにこれ出るんかいっていうのはいつも思っちゃう。北九州はあの年に1回来てるので、年に1回しか来ないんですよ。まあ、今年はあの関門海峡の花火大会を、あんな人が混んでくるんだ、すごい。高校の友達と見に行って、その時以来かな。あ、この眺めですね。ここに来ると地元帰ってきたって感じします。この小倉の眺めが小倉ですあ、モノレール、あれあれあれに乗ってセンター試験受けに行って落ちました。やばい、あのロフトが懐かしすぎて僕ここでいっぱい文房具買いましたもん。高校時代は多機能ボールペンを買い揃えるのが趣味だったんで、あとあのセールで買わないようにしてくださいあの買い物好きって言ってたんでいきなり説教始まる。お邪魔します。いらっしゃいませ。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。ちょっと待って、やばい、これ企画成り立つかなこれ片付ける必要あるんかなっていう今感じで、ちょっと皆さんにもお見せしますが、すあの片付け前のルームツアーをさせていただきたいんですが、まあ、こちらが玄関ですね。おしゃれなスツールと、いつも、はい、あの物の住所決められてなかったので、はい、鍵がいつもないないだったので鍵の置き場所を作ったんですね、はい、あ、片付けて、じゃあここに鍵を普段置いて、はい、で靴がじゃあここですか。こうメッシーな感じです。ああ、まあまあまあ。もう下とかも確かに、はい、ちょっと、はい、あのどんどん汚くなります。収納が広いからまだどうにか収まってるけど、はい、どんどん汚くなります。確かにもう物買ったら溢れるっていう。はい、これすでに溢れておりますね。収納が多くてなんとかギリ助かってるっていう。はい、なんかせっかくコレクションしてる感があって綺麗な感じはあるけど、ちょっとなんか迫力があるというか。うっていう、特にその下の方とか若干そうですね、詰まってるんで、これもう少し余白ができたら美しくなるんじゃないかなと思います。はい、ちなみにドアがありますか。これはお手洗い。あ、これお手洗い、お手洗い、はい、どうぞ。ああまあなんか綺麗っちゃ綺麗なんですけど、ちょっと若干気になったのはそこかな。諦めてますね。はい、ああ、なんかちょっと入った瞬間の目線の高いところに割とあれがあると、はい、ぼちゃっとしますね。なんか置き場所とか見直してもいいのかもしれないですね。そうですね、ドライヤー。おー、あ、水回りこんな感じなんだ。そうなんです。はい、え、おしゃれおしゃれおしゃれなドラム式洗濯機に、まあ、なんかめちゃくちゃ散らかってる感じは現状しないですし、はい、ちなみにじゃあここら辺チェックしてもいいですか。はい、あー、まあ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 、なるほど。ここも、あ、じゃあ行きますか。はい、全部見してくれる。そうですね、はみ出てないけどギリギリもう、はい、これでも減らしたんですけど、うんうん、ごちゃごちゃしてます。もうごちゃっとしてます。ごちゃっとしてます。あー、なるほどなるほど。はい、はい、ごちゃっと、ね、確かにちょっとそれこそ同じ櫛が、まあ、使い分けてるかもしれないですけど、はい、はい、使い分けはしてます。ま、してますね。はい、やっぱりちょっとホーム系が若干ちょっと多いのかなっていうのは、なんか見た瞬間に、はい、まあ、機能が被ってるものは捨てようみたいな話をよくしてるんですけども、はい、でここら辺が、あ、なんか可愛い。ここに置いてあるものはお風呂周りですか。そうですね、上がって使うもの、はい、なんかごちゃっとしてます、なんか、はい、あー、はい、あ、全然、はい、
あタオルと、ま、ちょっとタオル入れ替えてるけど、うんうん、なんか古いのが。なんかタオルコンパクトですね。あ、なんかバスタオルっていうかフェイスタオルみたいな感じですか。あ、バスタオルは使わないかな。あ、じゃあそこは結構、はい、まあ結構ミニマリストの人は結構バスタオルの代わりにフェイスタオルとかを使ってる人は多いんですけど、うん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 、確かにすごいコンパクトな、はい、ここはなんかすごいいいなと思いましたね。そう、洗濯乾燥も楽ですし、まあ割と場所もコンパクト、収納場所もコンパクトで済むの で、ね、まあ、この辺りは、まあ、ただちょっとタオル多いかな、一人暮らしの割に。お風呂場をそのまま見ちゃっていいですか。お風呂場汚い。お風呂汚いんだ。お風呂が汚いってあるんだな。汚い汚い、あんまり綺麗じゃないです。なんかもう水垢がすごいですね、はい、あ、まあ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 、だからさっきお風呂場綺麗みたいな。はい、そうなんですよ。まあ、僕綺麗だなと思って、家でお風呂入れないからっていうのはでかいんですけど、っていう感じの水回りでした。はい、水回りからこう行って、はい、こっちが、はい、僕の片付け企画史上一番片付いてます。はい、まあちょっと部屋が広いっていうのもあるんですけど、とはいえまあこのデスクの上とかもすごいお美しいお家で、一人暮らしですね。もう片付けなくていいかなと思ったくらい。はい、すごい綺麗なお部屋ですけども、ちょっと詳しく見させていただきますかね。そっちのドアは何？難度になってる部屋ですね。難度、ここは綺麗だけど、はいはい、そっちに物が結構詰まってる。そうですね。で、じゃあちょっとキッチンとかも順々に見ていくんですが、じゃあキッチン行きますか。おー、てかすごいなんかおしゃれな。おしゃれ。パッと見は正直言うと、ここら辺の部屋見てる感じは、まあ、割といい生活されてそうだなっていうイメージは受けました。真相はいかにって感じですけど、なんかこれで実は私借金だらけでとかだったら面白いんですけど、そんな感じはしない。はい、キッチンここが散らかってるなみたいなところありますか。はい、今思うのは、まあ、この辺と、はい、あとまあゴミが今あるのと、はい、収納に悩んでるんですけど、食べ物、はい、ここに、はい、私しまうと食べないんですね、はい、もう忘れてしまって、だから今、うんうん、その解決策としてここに置いてます。収納の奥に隠しちゃってるから、はい、ここに置くとすごく嫌だから、はい、あー見えちゃうしね、はい、ごちゃごちゃしますもんね、はい、食べかけのお菓子とか、 なんかちょっとしたもの、はいはい、どうにかしたいと。どうにかしたいですね。そっちに食器があるのかな、うん、あーおー、器が好きなんですね。なるほど、まあ、一応一人暮らしとのことだったので、はい、まだあります。まだあるんですね。なるほど、こちらのキッチンからあのダイニングテーブルがありまして、ここにも新聞が、はい、今、はい、撮ってきた新聞。なるほどなるほど、はい、新聞と、はい、なんかすごいところにマウスだけありますね。ここにこう、はい、見ながらやったり、あ、 あそこにパソコンがあって、はい、こっちにマウスが、はい、ここで画面あっちにつなげて、テレビにつないでここでこう操作して、ね、あのテレビに映すみたいな、はいはい、買うべき場所にあるけど、このパソコンをこっちにつないで流して、そうですそうです、はい、僕のやつでここで事務処理しながら、あ、はいはい、ある日の休日に募集しますって言ってて、あ、なるほど、わっとか思って、はい、それで申し込んでくれたんですね。そうなんですか。おー、しかも奥も広くて、このまま、あ、寝室がこのまま、なるほど。なんかさっきあのアートにすごい強く興味を持っていらっしゃいました、はいはい、ここに置いてあるんですね。3つ置いてるかな、3つあっちか、あー、なるほど、と玄関、本当だ、はい、アートがいっぱい、はい、まあ、若干ちょっとこのままリビングを見ますけど、なんかあそことか、そうなんですよ、あそことかちょっと確かに、なんか嫌なんです、パッと見すごい綺麗だけど、はい、部分部分でやっぱりちょっと詰まってる感じしますね。うん、ここちょっと片付けたいですね、うん、すごいベッドもなんか可愛いとピンクで統一してるんですけど、この淡いピンクで、はいはいはい、あーで言うとあそこになんかちょっとすごいでしょう、はい、確かにここがこんなに綺麗なのに、まあ、そことかもそうだし、なんかそのクローゼットあたりのぎゅうぎゅう具合がすごいちょっと目立っちゃいますね。すごいんですよね、なんかここだけちょっと散らかってるなっていう感じがすごい逆に目立っちゃう。ちょっとここも後で詳しく見ますね。でここからさっきのあっち見てもいいですか。はい、あのいつもだいたいこの片付け企画やるとみんなお部屋の住人とかゴミ屋敷の人ばっか僕相手してきたのでってなると僕毎回花を噛んでるんですよ。あ、とかでこれほこりで、はい、だから今日もアレルギーの点鼻薬打ってたんですけど、これ必要なかったですね。花が楽で助かります。花が楽、ここはもうすごいすごい、はい、あーなるほど、これ家が広くて収納があるから片付いてつけられてるけど、ここはこんだけ綺麗ですけど、こっち見ると結構、はい、なるほど、
あんまり捨てられるものが、まあ、リアルこれだって物置のために家賃払ってるみたいな感じですもんね。そうなんですよ、そう、はい、物のために家賃を払ってるなと思って。物少ない人だったら生活できるくらい。そうですね、そうですね、まあ、6畳くらい、全然人が生活できるくらいのスペースか、もうリアル物置に家賃払ってる状態で物置も見させてもらおうかなと思うんですけど、まあ、僕ですね、よく所有はコストって言っていて、まあ、シンプルにそのね、物置にも床面積分の家賃がかかってるから、はい、まあ、使わないものを置いとくとそれに無限に家賃を吸い続けられるっていう、うん、本がすごい割と多いですね。でここに減らしたんですけどね。なるほど、はい、片付けの本があったり、はい、本は本当にここだけ、一応飾るのは除いて本当にここだけには一応してます。はい、とかありがたいことの手放す道もあるんですけど、とか床にシンプルになんかいるよ、はい、もういらないものとか、うん、いるものとか、はい、はい、あとキャリーケース似たようなのが、まあ、サイズ違いで2つ持ってるのかな。紙袋が、紙袋ですね、いっぱいありますね、はいはい、ここにも紙袋は結構ありますね、はい、紙袋大好きって感じです。紙袋大好き、はい、傘多いですよねこれね、まあ、ちょっと多いですよね、はい、まあ、なんか雨が急に降ってきて買ったのかな、はい、でそのまま右もつながってるあーやべ、僕察しました、今日1日で終わらないですこれ。え、本当に1日で終わらない、まあ、ここだけだったら多分1日で終わるんですけど、はい、まあ、ちょっとここだったり、はい、まあちょっと厳しい気がしますね。ちょっと2日越しになりそうな気はしているという感じで、まあ、ちょっとこの辺りなんかクローゼットが2つあるんですね、さっきの場所と、はい、仕事用とプライベート用でクローゼットが2つあると、はい、なんかホテルみたいな部屋が理想って言ってたので、うん、はい、なんかここら辺はちょっとホテルっぽい感じしますね、はい、この辺りでちょっと物多いかもみたいな箇所ありますか。こっちはなるほど、山下達郎さん好きなんですか。はい、僕も山下達郎さんのライブ行ったことあって。おお、そうですか、はい、父親が好きなんでよく一緒にライブ行ってて、私も当たったので行きました、はい、最近サンパレスのやつ行きました。ああ、本当ですか。今年の、今年、あ去年かな、あ去年も行きました、去年も当たったんですよ。あ、じゃあ多分一緒の場にいましたっていうので、あエルメスとかの、まあ、ここにもカバンがあるんですね。ちょっとだけ、ちょっとだけ、はい、うんうん、おリモコン多い使ってないですね。あですよね、これも使ってません。あこれも使ってない、はい、なるほど。であれば、はい、今日が捨てるタイミングかなとは。そうですね、そうですね。テーブル、これがごちゃごちゃなんで、もう恥ずかしいですね、はい、これもうちょっと片付いてる感じっておっしゃってたから、はいはい、ビデオとして成り立たないのかなとか思って、いやいや、ちょっと心配しちゃって、はい、でも私としては絶対にすごく物もいっぱいあるし、はい、と思って、いや割と重症です。本当に、いやなんかそのさっき僕パッと見入った瞬間にこれ本当に片付ける必要あるんかなと確かに思ったし、生活する分には支障ないと思うんですよ別に、うんうんうん、なんかそのゴミ屋敷の友達とかはもう足の踏み場ないからこけて怪我するみたいなとか、女性ですか、女性の方とか、まあ、そういうレベルの人ばっかりあってたので、だからこそパッとこの部屋見た時に、まあ、今僕もこうやってくつろいでます、ね、前なんか今整理収納アドバイザーの方にそういう話をされたって言ってたんですけど、来ていただいたことが、そうなんですね、一旦整理収納アドバイザーの方に来てもらって、でそれこそ棚をセッティングしてもらったりとか、ね、はいはい、ってことはその時はなんか片付け、まあ、物減らしつつなんかいろいろと、物はそんなに減らすことはあまりなかったですね、うん、その人はなんか収納のアドバイスだったんで、まあ、確かに物が多い割になんかそのちゃんと仕分けがされてあったりとか、まあ、収納は綺麗に確かにされてるなと思ったから、なんかそういうアドバイザーの方が来てたからってのあるかもしれない。そうですね、あと自分で勉強も一時期ハマってしたんですよ、はい、2級はあります。おー、整理収納アドバイザーの2級を持ってらっしゃるっていう。そうなんですよ、なるほど、だからこそこんな綺麗にまとまってるんですね。僕だから別にこうみんながみんなミニマリストにならなくてもいいと思ってるし、それこそ物が多いけど、まあ、ちゃんと整理収納して、まあ、物と一緒に生活したいみたいな、それでちゃんと片付いてるんだったらいいって人もいるし、まあ、ただやっぱり僕にこう依頼してきたってことはやっぱり減らさないといけないっていう意識は、そうなんですよね、明らかにいらないものもきっとあるなとか思って、まあ、捨てない片付けっていう、まあ、要はそう整理収納をして隠すっていうのも、まあ、それは一つの手法としてありなんですけど、やっぱりこう生活してるとやっぱり普段買い物したりとか物は増えてくるし、はい、ってなってくるとやっぱりどっかのタイミングで減らさないと、まあ、それこそ物置部屋ができちゃったりとか、そう、物が多いとやっぱり物の管理に時間を取られるっていうのを最近ひしひしと感じて、うんうん、こんだけ時間取られてるのって
片付けたりするのも、はい、物が多いからだと思って、うんうん、だいぶこれでも減らしたんですけど、うんうんはい、企画倒れにならなくてあの早速片付けていくんですけども、あのまあどこから片付けるかってなった時に、うんうん、まずちょっとこっちですね。でやっぱりまあこの物置があるからここから片付けたいって言いがちなんですけど、まあ、今回はですね、うん、こっちあの服から減らします。でこう皆さんも片付けするときにどこから減らすかってすごい迷うと思うんですよ。でそれこそさっきの物置みたいなこう物が多くて散らかってる場所から片付けがちなんですけど、あの場所別じゃなくて物別に片付けてほしくて、うん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 、特に服が一番分かりやすいんですけど、はい、まあ、皆さんも片付け迷ったらとりあえず服から捨てなよっては僕もずっとおすすめしてて、服ってまさに、うん、あのトータルコーディネートっていう言葉があるように、うんうんうん、その他のなんかトップスとパンツアウターとか要は自分が持ってる服を全体的に比較検討しながら捨てないと、例えばあっちに脱ぎ散らかってる服パッと手に取ってこれいらないからっつって単品で捨てちゃうと、うん、あの服と着回しできたかもみたいので、うんまあ、失敗する原因になっちゃったりとか、これ持ってるからあこれ機能かぶってるなんかデザインかぶってるしいらないかもみたいな、こう全体を見ながら片付けると効率よくあの片付けはかどるので、服を捨てるって決めたらもうバーッとクローゼットの中見渡してみてもう一気に服を片付ける。衣装ケースとかに服が詰まってる場合はそれも全部出してほしいですね。もうオールシーズンの服を全部見える化するっていう、すごい量、はい、でこんな感じで要はクローゼットが2箇所あるのがちょっとまた厄介で、これ2箇所目のクローゼットなんですけど、まあ、こっちにもあると。これどういう用途で分けてましたっけ。このラックは仕事用で、さっきのクローゼットはプライベート、ほとんどそうですね。あとアウター、足元も結構カバンとなんか瓶の類があったりします、ね、花瓶なんですよね。花瓶一旦リビングですか、どこに出しますか。さっきのクローゼットに持っていきます。え、はい、さっきのクローゼットに持っていくんですか。はい、あの自分がどんだけの量持ってるかこうやって把握できないじゃないですか。あっちに全部固まってたんですけどプライベートの人はこっちにもあるから、もう片付いてない人の特徴が結構あのクローゼットが2箇所とかあっちこっち散らかってるっていう、でそのせいで自分がどれだけの服量を持ってるか把握できないから、はい、なんかそれでまた余分に買っちゃうみたいなことにもなるんで、はい、自分はこれだけの服を持ってるっていうのを把握できるように1箇所に固めます。だいたいこれぐらいあります。多いですか。あ、多いですね。ダントツ多いですね。あ、服はダントツ多いんだ。服はダントツ多いですね。そうなんだ。まあ、そもそもこんなにあのクローゼットが広い人、広い家に住んでる人もそんなにないので。うわぁ、もうなんかこれ見ただけで疲れが出る。座っていいですか。あ、はい。あ、疲れました。疲れた。あ、はい。そうなんですよ。あの、僕ですね。すいません。はい。あ、全然いいです。もうゆっくりで。はい。あの、まあ、それこそ55なので、まあ、それこそ、まあ、まあ、高齢っていうのはあれですけど。高齢なんです。まあ、手前っていうので、まあ、片付けはできたら、もう若いうちにやった方がいいです。ああ。結構片付けられない人ってやっぱり高齢者の方に多くて、で、まあ、それってそれこそ体力がなくなってきて片付ける余力がないとかもそうだし、うんうんうん、あの今までその捨てる習慣がなかったから、はい、物を貯めて長年過ごしてきて、で捨てる時にこれずっと長年保存してきたものだからっていうので、まあ、それがいるいらないにせよ長年残してきたものだからっていうので価値を感じちゃって捨てられないっていう、でもっと言うとこれを後回しにしちゃうと、うん、まあ、それこそもう就活って言われるような時期に入ってきて生前整理とかですよね、うんうんうん、っていう時にやっぱり物がたくさん多くて、でももう自分は物を捨てる体力もないし、もう片付ける、まあ、意思決定もできないみたいな、で結局家族に迷惑かけちゃって、うん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 、でこれ捨てていいのって聞かれるんだけど、いやちょっと私大事だから捨てないでみたいな、そうそう、まあ、結局そうやって迷惑かけちゃうので、はいはい、なおさんはすごいいいタイミングだから申し込んだと思います。 ありがとうございます。ちなみになんか申し込んで捨てる意欲はあると思うんですけど、はいはい、逆になんで自分が物を減らせないと思いますか。誰かの役に立てるんじゃないかなとか、あ、うんうん、ですね、買った時に少し高めだったっていうのもあります。捨てたいと思ってるけどなんかゴミ袋に詰めるのに抵抗があるとか、はすごくあります。だから僕たちが物を捨てる時にできることはその物から学ぶ、うん、要は捨てた物を教訓にするっていうことだけなんですよね、うん、で物を減らすのはこう自分探しの旅だみたいなのやったりするんですけど、僕は減らしに減らしまくった結果、はい、まあ、モノトーンのアイテムが好きとか、うん、まあ、あとこう洗濯しやすい服が好きとか、うん、カジュアルよりはドレスな服が好きとか、そういうのが減らす中で分かるんですよね、うん、残したものから自分の価値観が分かるので、
はい、という感じで、まあ、早速これどこから減らすかなんですけども、はい、ちょっとここまで多いと、まあ、当然いるいらないっていう風に仕分けしてもらってもいいんですけど、うん、意識としては捨てるよりも残すっていうような、理想を言うともう自分が絶対着たいって思い出せるような服をパッと取り出してそれだけ残す、自分が着たい服だけを残してそれ以外を捨てるっていうような方がよくて、うん、まあ、いらないもの一個一個メモ着てるとやっぱり時間かかっちゃうから、はいはい、とりあえずいるものを先にピックアップした方がいい感じが一番理想です、はい、これ絶対着たいって服を取り出す、一軍の服だけ残しましょう、デニムばっかり、そうですね、まあ、でもそれが直さんにとっての大事な服、そうですね、まあ、デニムが好きっていうのもそれは自分の価値観なので、まあ、一応基準としては、はい、パッと手に取った時にいるかどうかで迷ったらそれはいらないものです、ね、あ、分かりました、はい、絶対人間いるものって迷わない、例えばスマートフォン使ってる人ってスマホ捨てようとは思わないじゃないですか、仕事で使うしとか、はい、とか多分今着てる服も捨てようとは思わないと思うんですよね、はい、そうですね、だって今多分好きに、はい、お気に入りで着てるから、はいはい、一軍の服ですよね、はい、そうです、ってものは絶対捨てようって発想にならないじゃないですか、ならないです、そう、人間明らかに必要なものに対しては迷わないので、はい、なんか手に取った時にいるかどうか迷ったらそれはいらない、これも1年以内着てる、起きてまー、ああこれは微妙、あ、微妙ですよ、その微妙って言ったやつは、これ微妙だですね、これ微妙だ、微妙、いやでももうこれは処分していいな、処分していいけど、どうなんだろう、うん、これこっちだ、あ、でもちょっと、ね、それなんで迷いました、ちなみに今なんかちょっとローウエストなんですよ、ローウエスト、あ、今ローウエストも着てるなとか思ってて、あと履きやすい、はい、し、ただちょっと去年履いてないですよね、はい、なんか今多分残すためのちょっとなんか理由付けを考えてますよね、結構人ってなんかめっちゃ捨てるときにクリエイティブになっちゃうんですよ、それと気に入ってました、過去とても、ね、はい、ヘビロテ、過去をヘビロテ、でも今はヘビロテしてないですよね、そうだからね、結構人ってなんか捨てるときになんか昔は使ってたとか、こういうシーンだったら使えるとか、そうそうそう、まさにですね、そう、捨てない理由をすごい考えちゃうんですけど、はい、はい、捨てない理由を考えてるようなものは残さない方がいい、はい、うん、このデニムはどうですか、このデニム履いた時にもうピンとこなかったんですよね、でもなんかまあブランド品なんで、うんうんうん、で一時期手放したいなと思って、でそのまま忘れてました、あ、なるほど、あのメルカリかなんかに出そうかなとか思ってて、で後回しにして結局そうもうあの忘れてるんですよね、ですよね、はい、そうなんですよ、だからあの僕が基本的に売る譲る禁止にしてるのはこういう理由で、結局それで物置に眠らせて、うん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 、で売れないまま残って、はい、でしかも存在忘れちゃってるみたいな、そう、存在それ忘れてました本当にあったかどうかそれも思い出せないみたいな、忘れてました、まあ、だからできるだけいらないと思ったらもうその場でゴミ袋に詰めるっていうのが一番よくて、これ撮ってていいですか、多分なんか結構今僕に聞きましたよね、その残しこれ撮っていいですかっていうか私これ撮っておきたいんですね、あ、撮っておきたいですね、これ何ですか、エンジェルス、はい、行ったんですよ、それで大谷翔平を見に行って、おはい、そうなん、その時の、まあ、記念的なものですね、うんうん、まあ、そういう思い出のものはもうどうでもいいやと思えるくらいの熱量の時まで残しておいていいです、思い出のものって一回捨てると買い戻し効かないんで無理に捨てなくていいです、ちなみに、まあ、今仕分けをしてもらった結果、まあ、いらないものがこっちですね、まあ、こんくらいいらなくって、こっちがまあいるもので残したんですけど、はい、まあ、まだ若干多いなとは思いつつ、まだこっちにもやってるんで、そうですね、こっちにもありますね、引き続きこっち見ていきます、はい、ということで引き続きこっちですね、はい、ちょっと一旦こっち現状を見ますね、まあ、上から下まで左右も踏まえて割とぎゅうぎゅうに詰まってますね、はい、ちなみに服好きですか、服は大好きです、です、はい、中から見るとこんな感じで、雪崩が起きそうそうですね、まあ、地震とか来たら、まあ、はい、危ないって感じで、まあ、ただでさえ収納広いけど、また上になんか突っ張り棒で収納スペース作ってるっていうくらいには、はいはい、結構この中は割とぎゅうぎゅう詰め、僕言ってるのは、余白3割ルールって言ってて、あ、はいはい、収納があるからといってもう 100% 全部使うんじゃなくて、最低でも3割は、はい、その何もない空間とかを作らないとぎゅうぎゅう詰めに見えると、はい、ちょっとごめんなさい、あの物に殺されてるところで、まあ、この数ある服から何を減らすかなんですけど、まあ、ズバリ冬服からいきましょうかね、冬服今使ってるからこそですね、でなんでかっていうと、あの、うんうんうん、僕所有コストが大きいものから減らせっていうのを言ってて、で、まあ、それは例えばこう大きい家具家財とか収納とか空間を奪ってるものとか
を優先的に減らした方が、うんうん、まあ、モチベーションも続くし、うん、生活の変化感じやすいからっていう点で言うと、うん、冬物って体積が結構大きいですよね。大きいんですよ、コートとか冬物かさばるしっていうので、はい、確かに。だからまあ夏服とかよりは冬服先に減らした方がクローゼットをすっきりするので、はいはい、じゃあ冬服いきましょうか。はい、はい、で言うと、まあ、さっきの基準は一緒ですね。いるかどうかで迷ったら捨てる。ちなみにこれはどういう理由でいらないと思いました？着ると着膨れしちゃう。ああ、着膨れしちゃう、はい、はい、と最近着てないです。着てない、はい、まあ、今シンプルにだって服の数ちょっと数えます。200ぐらいありませんかね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,183,184,185着ここにかかってて、そっちも数えますけど8,9ざっくり、あと手元にあるやつ入れたら、まあ、210着ありますね、はいはい、あ、やっぱ多分ここにあるの半分ぐらいにしないと割とぎゅうぎゅう詰めだと思います。うん、なので半分でしょう、まあ、200あるのを100ぐらいにするって感じですかね。もうとにかく少ない数をってよりは、はい、余白を作るってことを優先したいので、はいはい、そういう点では冬服減らせると、はい、やっぱりそうです、ね、クローゼットがコンパクトになるから、はい、ちょっと冬服先に減らしていきましょうか、はい、結局ギチギチになっちゃうと、はい、どの服がどこにあるかも分かりづらくなるし、移動もしづらいんですって、うんうん、確かに移動もしづらい、本当に今まさにそうですね。引っかかっちゃって、あ、そう、そうそうそう、そうですね。で、もうすごい体力使います。で、結局服もぎゅうぎゅう詰めだから傷むんですよ、また。うん、あ、ですね、そうですね。風通し悪いし。はいはいはい。じゃあ、なんかインナー肌着系はどこに入れてますか？インナーは、はい、まあ下着のとこですね。あ、クローゼットここにあります。うんうんうん、あっちに肌着あります。あっちのタンスにもあるんですよね。そうなんです。これすごい動線悪いですよね。悪くないですか。でリビングあっちでしょ。なんかその服を着るためにこっち来てあっちこっち行ってすごいエネルギーの無駄遣いが発生してるなっていう、はい、率直に思っちゃったんですけど、はい、入らないんですよね。それで、ですよね、はい、なので下着肌着系もこっちに寄せたいですね、うん、ここ頑張って減らしてちょっと空間作りましょうか、はい、っていうので一旦全部いるかどうかで迷ったものを出してもらって、はい、ちょっとまだ減らさないと多分厳しいですけども、うん、一旦ある程度パッと手に取っていらないと思ったものを出してもらったら、うん、まあ、こんだけ出ました。ただまだこっちはいるゾーンなんですよね。そうですね、あっちまで、はい、でさらにここにも入れないといけないから、はい、まあ、まだちょっとこれ多分入りきらないと思いますね。じゃあ引き続き、うん、一旦そうですね、2箇所に分散してたクローゼットはとりあえず1箇所にはなんとか収まったので、ただやっぱりちょっと余白が足りない、ぎゅうぎゅう詰めになっちゃってる。この辺りとかもなんかぎゅうぎゅう詰めすぎて、そうですよね、ハンガーが奥行かないみたいなとかあるので、もうちょっと減らしたいですね、うん、これ。じゃあ旅行の時に持っていきたい服あります？旅行の時は一軍ですよね。あ、ですよね、超一軍ですよね、まさにまさに、はい、なのでこれ旅行に持っていくかなっていうのを考えてもらってもいいですね。結構頑張って減らしてもらってるんですけど、はいはい、まあ、やっぱり現状のクローゼット見るとまだ減らさないと厳しいので、ちょっと厳しめにいきます。なんで旅行に持っていきたいかで考えてもらってこれはなんで着なくなりました？パンツなんですけど、着てないです ね、珍しくデニムじゃないんだなと思って、うん、売るっていうか持って行ってもいいですか？明らかにもうなんか超ハイブランドで値段がつくとかだったらいいけど、うんうん、で分けてもいいですか？はい、捨てていいかな。捨てる服がかかってないやつだけ思ってますね。ハンガー減らしただけもちょっとついた気がする。そうですね、これは埋もれてましたね。あ、そう、埋もれてる服もちょいちょいありますね、うん、下に衣装ケースがあると思うんですけど、あれなんですか？こうはですね、あんまり、そうですね、まあ、これね、あ、下着、靴下、タイツとか。そうですね、理由とちょっとここら辺、衣装ケースとか、あとなんかカバンが、謎なカバンが出てきて、カバンが床置きされてあったりとか、はい、ここら辺に衣装ケースが、うん、割とギューって詰まってて、はい、ただ上を開けないともうちょっと服も詰められないって感じなんで、はい、ちょっと次カバンいきます。出します。あ、そうですね、一旦それ全部出しましょうか、まあ、それこそ地震が来た時とかに危ないよねっていう、まあ、要はそういう明らかなゴミで今このクローゼットがすごいスペースが埋まっちゃってるのもったいないなと思って。そうですね、あ、これシャネルの箱とか残したくなるんですよね多分みんなそうなんですよ、片付き行くと大体ハイブランドの箱ってみんな残してて、そうですね、エルメスとか、すごい、なんかちゃんとこうシール貼って管理してる、まあ、だから本当に整理収納アドバイザーの2級持ってるから、この物置部屋が空いたらゲストルームにしてもらって。そうですね、本当です。はい、ということでちょっと外箱全部取り出したらもうここ埋まるくらい足の踏み場がちょっとなくなっちゃって、はい、雪崩が起きそう。雪崩が、そうで、これで
ここが全部埋まったんですよ。そうですね。でこれ服減らしてないのに、はい、なんかちょっとすっきり見えるようになりましたよね。そうですね、はい、そうです。目線が高いところに、うんうん、ああいうものをごちゃごちゃ置くと本当に散らかってる感が際立っちゃうんですよ、うん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 、これクローゼットに限らずなんですけど、うん、極力自分の身長よりも高いところにあんまり物を置かない方がいいですね。はい、まあ、それは災害が来た時も危ないっていうのもそうだし、うんうん、やっぱり圧迫感感じちゃって、うんうんうん、あの落ち着かなさ、はい、感じるんですよね。自分の頭上に何か物あったらちょっと怖くないですか。うん、確かに。そういう意味でもここはあんまりちょっと物を置かないようにしたいですね、上で。明らかにこの使うバッグをもう戻していいですか。あ、そうですそうです、うん、でまさに絶対使うものを逆に戻しちゃって大丈夫です、はい、なんかすごいいいものは持ってらっしゃるのでちゃんと一軍のアイテムだけ残すとこんな綺麗になるんですよね、はい、っていう感じでここからちょっと明らかなゴミ、空き箱を捨てていくんですけど、はいはい、でと中取り出して箱捨てれそうだなとか。箱は捨て使いたいですね。はい、はい、じゃあ使いたいものやってみます。明らかなゴミ、はい、ちょっと一旦。明らかなゴミ、はい、明らかっていうか、まあでも、はい、使ってない外箱とか、はい、さようなら。さっき話してたシャネルの箱いらないですいる。いる。それ何に使いますか。まあリセールバリューを考えて、うん、それ今直近で売る予定は今はないけど、いやでもシャネルいつか売るくらいだったら、うん、まあ、それがなんか何万円の価値とかになることはないので、ああ、はい、うん、まあ、いや一旦じゃ迷ってるから、はい、とりあえず明らかなゴミからポンポン、はいはい、このナイキの箱はもう明らかにいらない、はい、うん、この箱はいらない、箱いらない、あ、そうそう、はい、そういうものいきましょう。箱だけですね。箱の中に箱が入ってるマトリョーシカみたいなそうなんですよ。なんかあの捨てられない人の特徴でよく収納が多くてって話はしてるんですけど、これいらない、あ、これいらない、あ、これがあった。探してこれは履きたい、はい、なんかさ履きたいと思ってたけど、あっちに移動させる、ね、なんか一つ減らしていいです、向こうのもの。あ、そうしましょうか。で外箱そのまま捨てちゃいましょうか、はいはい、っていうので、そうですね、今さっきあの代わりに1個捨てますって言ってたんで、それ心がけましょうか、はいはい、いいですね、そのワンインワンアウトは。でなので靴はもう全部ここに収めたいですね。ですね、そうですね、こう広い靴箱があるので、はいはい、これも捨てます、はい、これもいけるな、うんうん、お結構出てましたね、はい、いい感じ。じゃあもうこれゴミ袋詰めちゃっていいか。あ、いいです、まあ、ちなみにここら辺の靴はなんでいらないと思いました。いやもう使ってますもんね。まあ確かにだいぶくたくたですね、はい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 、明らかになんかくたびれてるなみたいな余白がちょっとできました。余白ちょっとできた。クローゼットの外箱出してみたら靴が見つかって、でもそれもここに全部収まったって感じ、はい、これは、まあ、そもそもちょっとこの収納自体もすごい傷んでてっていう中に入ってるような服なので、吊るしてないってことはそんな大事じゃない服じゃないかなと思いますけど、そこに戻すともうすごいパンパン。そうです、やっぱりあのその自分が愛せる服の量にも限りがあるんで、みんな結構大好きだからとかって着るんですけど、やっぱこんだけ数があると絶対着なくなってくる服って出る。平等にみんな 100% 愛を振りまくっていうのは無理なのでまた名言が出たなので本当に大事にしたいと思えるもの、はい、おお、なんかでっかいクッションが出てきましたね、はい、あ、これ捨てたかったと思って。いいですね。1個使うかなと思って取ってたんですけど、うん、ヌードクッション新しく買えばいいかなと思って、もし必要であれば。そうですね、そんな感じで買い戻せるもの、まあ、最悪必要になっても、うん、必要になったら買い戻せるってものはもう捨てちゃって、はい、まあ、でも大体そういうものは買い戻さないです。あ、なかなか来ないです。うんうんうん、戻さないんですね。大体来ないんで、まあ、要は結構なんかいつか使うかもね残す人って、まあ、それこそこうさっき最悪買い戻せるからって言っても、まあ、じゃあそうなった時にまた無駄金になるじゃんみたいな言うんですけど、でもそれをしないから結局どんどん家が散らかっていって、うんうんうん、でまたその無駄金にはならないですよね。そうそうそう、そういう発想はあんまりないかな。そうそう、まあ、でも結構、うん、まあ、それこそでももうそう思ってる人多いんでしょうね。多いです、多分めちゃくちゃ多くて、うんうんうん、そういう思考だから貧乏っていうのもあるんだけど、もう言葉悪く言うと、うんうんうん、で結局それで例えば物が溜まっちゃって、うんうんうん、まあ、そもそも広い家が必要になって家賃かかってるとか、うんうんうん、で片付けに時間がかかって、うん、で結構だから要は片付けやって探し物やってってことやると疲れるじゃないですか、はいはい、時間もかかるし、時間もかかるし、でそうやってやっぱり要は意思決定やってるので疲れるんですよ。で人間疲れるとバカになっちゃうんで、そう、例えばこの疲れた状態で多分今スーパーとか行くと、いやもうイケメンし、もうなんか意思決定できませんよ。できませんし、そう、あの買わなくていいものとか買っちゃうんですよ。で結構疲れてる時とかに買い物とか、それこそ飲食店とか行くとドカ食いしちゃったりとかそう、あの買わなくていいものを誘惑されて買ってしまったりとか、はいはい、
っていうのでまた無駄なものが増えたり、で、はい、そもそもそうやっていつか使うかもって言って残し続けると、そのものが増えて自分が何をどれだけ持ってるか残量把握できないから、なんかまだあるものを無駄に買っちゃうとかっていうことになるので、いらないと思ってるんだったら最悪買い戻せるしっていうので捨ててしまわないと、どんどん負のループはまりますね。いや、負のループはまりますよね。はい、っていう感じで、あ、これも空箱ですけど、どうですか、ポメラートちゃん、かわいい。かわいい、確かにかわいいけど、かわいい、まあ、かわいい外箱はまだいっぱい他にあると思うんですけど、はい、これどうですか、言います、そう、かわいいですよね、こうやって中に何か入れてとかすぐ考えるんですよね、はい、けどまあもう他にいっぱいあるかな、はい、じゃあそっちに入れちゃって、あ、そっか、ちょっと休憩を挟みながら、こんなに休憩入れてます、入れてないんじゃないですか、まあ、あんまりですね、まあ、ちょいちょい入れて、まあ、だいたい皆さん6時間から8時間経ってるんですけど、あのすごい女性のなんかいっぱい物があった人はどんな感じですか、 あの人はもう ほぼ休憩なしでやりましたね、まあ、の子はまあ、でも若いしね、あの子、まあ、そうし、結構あの子捨てるペースが早かったんで、もう結構僕が言わなくても勝手に捨ててるみたいな感じだったから、そうなんですね、割と、むしろ僕が勝手に一人で休憩してるみたいな感じだったんで、彼女はほぼ 9時間やったんですけど、すごい、まあまあまあ、でも睡眠がごめんなさい、いやいや、昨日仕事だったんです、すいません、まあ、次回は多分ゆっくり寝てもらって、コンスタイリストさんなんですけど、すごい、あのレンタルスペースも借りてたらしいんですけど、はい、この方の方もいいですね、この稼働率 100% のっていうのは、うん、僕もこれよくなんか物の稼働率 100% 目指そうみたいなのを言ったりするんですけど、もう僕もこれは共感ですね、スタイリストさんでこんなにモデルしてるんだと思って、ああ確かにスタイリストさんですもんね、そうなんです、すごい衝撃で、まあでもこういうのに憧れがあるっていう感じですね、そうですね、うんうん、おしゃれ前提で減ってもいる、なんかこの方もなんか1日2時間を3回やるみたいな書いてて、まあ、そうですね、確かにそうなんですよ、そんなとこ見てもなかったそう、片手全般やっぱりこういった感じでまとまった時間でやらないと片付かないっていうのも多分この本にも書いてるのかな、あ、ここにも書いてますよ、一つ買ったら一つ手放すっていうのが、ね、あとそう、あと見せる収納って書いてます、うん、まあ、要は僕もそうなんですけど、衣装ケースとかに詰めるような服っていうのはもう本当大事じゃない服だってよく言ってるんですけど、理想はもう隠したくない服だけ買う、もう全部吊るしてっていう、あとここに書いてるのが使える服を買うんじゃなくて好きな服を買うっていう、はい、そう結構あったじゃないですか、残してるから着てるみたいな、そうですね、そうなんです、結構使える服残しがちですね、これを見せたのはちょっと間違いでしたねいやでもこれいい本ですね、もっと、いやもうちょっと厳しい、そう多分結構なんだろうな、着てはいるんだな、例えばなんか前僕手ぶらで生きるって本書いてるんですけど、まあ、ちょっと好きみたいな感じで残すと永遠に終わらなくて、もう本当に大体大好きなもの、うんうん、永遠に終わってないそうとか、もっと言うと、じゃあ旅行の時に持って行きたい服あります、旅行の時は、うん、あの一軍ですよね、あ、ですよね、すごいのが出てきて、神の雫だ、あー漫画、はあ、あのなんていうんですかね、これワインです、ワインですよね、はあ、ドラマで見ました、それこれは、はい、ここにあるべきものではないと思いましたね、まあ、本棚あったじゃないですか、あ、はい、これね、なんでここに永久保存版で、あ、取っておきたいと思ったんですけど、はい、まあ、取っておくない、これはいいかな、なんか結構もう不織布がそうなんです、ボロボロになっている、かびてどんどんボロボロになっちゃってるんで、これかびてるんだ、これかびてるというか傷んでますね、あ、だから落としちゃったのか、傷んだ不織布に本が包まれてるっていうので、はい、まあ、こう結構売れそうかもっていうのを残してるじゃないですか、うそうですね、はい、いくらで売れそうって言えます、はい、実は僕さっきあの一眼レフ売ってきたみたいな、うん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 、で言うと僕例えばなんか一番高いレンズは17万円とか言ったんですけど、うん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 、そもそも買う前にこれいくらで売れるっていうのを調べてるから、いらない、売るってなった時に、あ、でもこれまあざっくり相場も17万ぐらいだから、まあこんなもんだろうなとか思った上で持ってってるんですよ、うんうん、はいはい、でもみんな多分それ即答できなくて、はいはい、売れるかもって、はい、そうなんですよね、でも全てのものを売る前提で買ってはないもんな、そうそうなんです、まあ、でも大事ですね、す今後そうですね、今まではさすがにそこまで考えてなかったと思うので、はい、まあ、僕これをなんか物の出口戦略って呼んでるんですけど、こっから買い物するときはそういう風にある程度値段調べて買ったりとか、いくらで売れそうとか調べて買ったりとかしていくと、むやみにそうゴミになるようなものも買わないだろうし、もうさっと持っていけるようになるので、まあ、これからですね、これから買うときはそこまでちょっと気にしながら買うと失敗は減ると思います、はい、
この外箱いらないかな。これはパールが入ったんですよ、母からもらった。思い出のものってことですか。一応思い出ですね。でもどう、はい、パールはあるんですよ、この中に。あ、もうパール本体があればいいって感じですよね。まあ、本人がそう思ってるならもうそれが正解でもあります。あ、うん、まあ、一応思い出のものちょっと抵抗あるんだったら写真撮ってするっていうのは、あ、言ってましたよね。これはでもいいな、うん、いいですね。もう写真も撮らなくていいです、はい、うん、いやでも母がいいって言うと思います。もういい、母は物をすごい捨てる人なんですよ。お、全然違って。それこそなんかお母さんが僕が今日家に来るっていうのを聞いてなんか興味示しました。あ、かなりいやだから来たいって言ってます。あ、ぜひなんか次回来るときは全然お母さん呼んでもらっても、はい、なんかお母さん助っ人できたらめちゃくちゃ減るの早くなりそう。まあ、もしこの動画見てる方で人からもらって捨てられねえっていう人、それが本当に自分にとって必要で欲しいと思えるものだったらいいんですけど、まあ、人からもらったけどこれ俺は欲しくないし趣味に合わないんだなってものは捨てちゃっていいって僕は言ってて、例えばじゃ自分がなんかプレゼントあげて、でもそれで本人がうわなんか趣味合わねえしとか、なんかそれで困ってたら嫌じゃないですか、友達だったら。だったらもう捨てていい、捨てていいよって言うじゃないですか。そう、あげた本人もそのプレゼントで苦しんでほしいと思ってないはずなので。思ってないですね。そうですよね。そう、時が経つとやっぱ趣味思考も変わりますし。ごめんなさい。はい、今これをカバンが入ってて、でこのエルメスの高そうな箱で大きいやつに入れてったんですけど、うん、これに入れてる理由って何ですか。まあ、要はエルメスの箱が、うん、そうね、綺麗なんで、ですよね、はい、っていうので収納しなくてもいいのに収納しちゃってるっていう。要はこれカバン直置きにした方がパッと見何がどこにあるか分かるじゃないですか、うんうんうん、もうカバンは直で置きましょうか、はい、これを収納する意味ってないので。これは、はい、売りたいんですよ。これ、あ、これいらないけど売りたい、うん、これは本当に売りたい。他の形で売りたいか。どういう形ですか。メルカリとかで売りたい感じ。ちなみにやっていいんですけど、もうなんならじゃあ今出品してもらいたいですね。お、はいはいはい、結局こうやってそうなんですよ。だから僕が売るなって言ってる理由は、そのメルカリで売るって言うけど、うん、まあ、一言で言うとそれが、うん、一言でそれが信用できないんですよ。はい、そう、みんなそれで残す。そうなんですよ。はい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 、だったら現状こうはなってないはずなので、うんうん、ちょっと見た感じこれ多分相場感2000円とか、うん、か、まあなんかそんなにソールドアウトかかってないんだよな。 OK です、わかりました。そしたら持ってきます。なのでちょっとこれはもう、なんで近所のうんうん、ブックオフでさっさとの方がいいと思います。はいはい、ちなみにちょっとこれを捨てていいですか。ああ、了解です。このでこれを取ってていいですか。お、じゃあこのエルメスのこれはもう捨てる手数がついたって感じ。ちょっともう捨てる。おお、来た。まあ、外箱捨てられないって人割と多いと思うんですけど、僕前片付けた人ですごいゴミ屋敷の女性の方がいて、その方もなんかシャネルとかエルメスの箱をひたすら残してて、うんうんうん、中はもう空みたいな、うん、収納にすら使ってないみたいな人で、でなんで捨てないんですかって聞いたら、私が頑張って稼いだ証みたい な、うんうんうん、なんか努力の結晶みたいなのを感じるみたいな、うんうんうん、はい、そこはわかります。わかります。すごく、はい、っていう、そこは共感。ああ、なるほど。まあ、ハイブランドだからこそで、その人結構金欠で、まあ、要はちょっと見えっ張りなところがありますっていうのは自覚してて、まあ、ただ結局その方結構勢いづいてもう外箱全部捨てちゃったんですけど、これ結構もう割と傷んでたりとか、そう、さっきまでこれ残したいって言ったんですけど、そう、ちょっと残したかった。なんかトイレ行ってる間になんか、あ、いらないよ、汚いと思って。確かに、まあ、そうだから、なんか僕、まあ、基本的に減らすだけだったらもうなんか家事代行とか業者の人に頼んだりとかでもいいんですけど、やっぱりただ減らすだけだったらやっぱりまたリバウンドしちゃう、まあ、僕がだから繰り返しなんで捨てることになったのかをひたすら言わせてるのは、やっぱそれくらいしつこく自問自答して分析を繰り返さないとまたこうリバウンドしてしまうっていうので、物を減らす時には絶対に痛みを知りながら分析しながら減らせるっていうのは、そうなんですよ。もう、そうですね、性格を変えるために今回来てるので、うんうんうん、やっぱエルメスの箱の外箱6個セット6500円とかのは、送料ってどうなるんですかね。確かに、まあ、それ考えたらなんか本体はあるけど収納したいとか、うん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 、僕ねこれ買う人多分大体見えっぱりだと思うんですよね。まあ、要はなんかお客様になんか自分のものを渡すときに紙袋に包んで渡したみたいな、うん、そういう人はいるみたいです。あ、ですよね、はい、エルメスの袋じゃなくてもよくねっていう、中身エルメスじゃないのにエルメスの紙袋を入れて売るっていう、どう考えてもそれ見え、あとまあ中身がそうで一緒にしたいっていう人もまあいらっしゃるみたいですけど、なんか金持ちの間ではそういうのが習慣なのか、いや、お金持ちじゃないかも。いや、そう、なんかそんなとこになんかいちいち、発想はね、なんかちょっと見えっ張りな買い物だなとか僕はちょっと思っちゃうんですけどね、うん、ここを見てると。そうですね、はい、とか、まあ、実はちょっともうちょっと気になってるところで言うと、
ここにちょいちょいの iPhone の外箱があるの僕はちょっと見ててバレた。そうしかも、はい、iPhone6S バレたバレたバレた。 6S の本体自体が多分もう 2,3,000 とかでしか売れないし、多分外箱あってももう100円もしないとか、まあ、さどっちみちなくても売れるんで、あこれはもういいです、忘れちゃっていいですか、なんとなくあったんですよなんとなく、そう外箱ないからといってそれが2000、3000、5000、1万円とはもうそんな多額の金額で値引きされることはないので、うん、例えば僕みたいにも iPhone 毎年1年に1回買い替えて絶対売るみたいな人だったらまあ残してもいいかなと、まあ、え車みたい、あそうですてか僕そうですね、僕毎年 iPhone も買い替えてて、まあ、そうすると iPhone って1年に1回売ると7割くらいで買い取ってくるんですよ、うんうん、そうそう、なので車みたいですね、あまさにもう車と同じでリセールバリューを考えて売ってるから、すごい、それはすごい賢いな、まあ、あと僕も仕事道具でこんな感じで撮影したりとかするんで常にバッテリーは劣化してないものを使いたいし、うんうんうん、それくらいやってるんだったらまあもう外箱を残してもいいかなと思うんですけど、なるほど、で今まで戻すときにそうこういう外箱の中にいて、うんうん、そうすると一目瞭然ですね、あまさにまさに、こうもうむき出しで置いてるので、うんうんうん、まさに見せる収納というか、うんうんうん、今後はこれを心がけてもらって、はい、で今の感じだったらなんかそんなぎゅうぎゅう詰め感ないじゃないですか、うんうんうん、そうですね、これキープしたいですね、抜け感がすごくある、あそう多分抜け感がだいぶ、はい、っていう感じで今日一日でこんだけ減らして、で今日一日で特にここですね、まあ、上がだいぶ、うん、スカスカになって開いたのと、まあ、あと自分のプライベートの服があのクローゼット2つに分かれたと思うんですけど、うん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 、まあ、それが一応なんとここに収まったっていうので、ちょっと正直余白はそんなないけどまあとりあえずここに1箇所になんとか収まっただけでもだいぶ進歩かな、うんうんはい、バッグを置けたのが嬉しいです、型崩れもしないし、はいはい、これはすごく嬉しい、クローゼットに来た時もすごいテンション上がるんじゃないですかね、そうですね、うん、なんか今まで上がほんとぎゅうぎゅう詰めでって感じだったんですけど、という感じで今日1日6時間ぐらいかけて8袋ぐらいって感じで、お疲れ様です、お疲れ様です、特に外箱がめちゃくちゃ多いですね、服自体は3袋くらいで、うんうんうん、残り5箱くらい全部外箱なんですよ、うんうんうん、外箱であのクローゼットの上全部埋まってたんで、うんうんうん、まあ、ちょっとすごいもったいない空間の使い方、そうですね、というので1日目でもまあでもだいぶいい進歩が、あよかった、よかった、よかった、じゃちょっとまた引き続きまた2日目来るので、うん、はい、あこんにちは、明けましておめでとうございます、明けましておめでとうございます、よろしくお願いします、じゃあちょっと片付け2日目、感じでちょっと2日目はまあこんな感じに今なってるっていう、まあちょっとまだやっぱり服が少しまだぎゅうぎゅう詰めですね、まあ、目標としてはまあ一旦ここに全部収まれば僕は OK だと思ってるんですけど、ちょっと服がやっぱりぎゅうぎゅう詰めすぎて基本的によく言われるのが、うんうん、あの1年間春夏秋冬で着てないものを捨てようみたいな、うんうん、っていう時にまあ1年に1回は着てるくらいなものってもしかするとあるかもしれないんですけど、本当に好きなものって多分1年に1回どころかまあ2回3回4回10回とか着るじゃないですか繰り返し、うんうん、そういったものは全然残してもらっていいんですけど、洗脳それくらいしないとやっぱりちょっとこのギチギチ感とか含めてまだちょっと上も含めて割とごちゃついてるので、なのでまあなんかこう1年以内に1回着てるからってよりもこう繰り返し着てるものをちょっと残す意識でもうちょっと見ましょうか。服もかっこいいダントツもの多いですね、その見た人あおっしゃってましたね、服って、まあ、僕もなんかいろんな人に YouTube 出ない人も含めていろいろ話聞いてるんですけど、はい、女性で多い人はまあ100着から30着に減らしましたとかいう方が多くて、うん、まあ、もっと多くても100ぐらい持ってみたいな、ほんと、はい、私400ぐらいありませんでした、多分400ぐらいあります、あの、ね、仕事着とか入れてですよね、でも、まあ、ちょっと多いなって人の 2,3 倍はあるって感じですねはい、という感じでここ全部開けてこっちに結構あるな、うん、まあ夏物っすねこれ、シンプルにちょっと当面使わない夏物だけを畳んで置いてもらってるんですけど、まあ、その分ちょっとここに開いたんで今使うパンツ類をここに全部吊るしていきますそうですね、このハンガー見てびっくりしましたよね、今多分ここだけで100ぐらいやりそうな気がする、まあ、要はこんな感じでここの部分は全部もパンツっていう風にしたいんですよ、うん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 、でそれこそあの奈緒さんってデニムめっちゃ好きじゃないですか、こんな感じで、はい、そうですね、これが靴ですね、そうそう、まあ、だからこそ毎日服選びをするときにここ見渡したら
着たいパンツをパッと取り出せるような、ね、一旦パンツを全部ここに吊るしたっていう感じで、はい、まあ、今までなんかトップスがあっちこっち行ってたり春夏秋冬のものがごっちゃごっちゃになんかもう200着ぐらいここにパタったから何がどこにあるかって全く分かんなかったですよね、はいはい、でボトムスはここら辺見ればっていうので、うん、まあ、ここから毎日服選びすると相当楽になると思うんですけど、うん、どうですかね。はい、絶対こっちの方が使いやすいですよ、うん、少なからず探し物は減ると思いますね。探し物は減るですよね。そうですよね、うんうん、まあ、一旦じゃあこんな感じでこの辺りはパンツと仕分けて、うん、はい、であと下ですね、ちょっとクローゼットなんですけど意外と服以外のものもたくさんあったりするので、うんうんうん、ちょっと下を片付けていきます、はい、とこのクローゼットしかり押し入れを片付けるときに一番最初にやってほしいのは、うん、全部出す。あ、どうですか。でもこれパッと見て、うん、すごい気持ちがいいですね。ですよね、うん、やっぱこの状態維持したくないですか、できたら。そうですね、抜け感がある。抜け感がそうなんですよ。なのでもうさっき一番最初に全部取り出してって言ったのは、うんうんうん、一番最初に理想の状態を作っちゃうってことですね。なるほど。でもうそこに辻褄を合わせていくっていう、はい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 、なのでさっき上一番上もそうなんですけど、はい、もう一旦全部取り出して、うん、で本当にまあ必要なものがあったら戻したりしんだけど、はいはい、これを維持したくなるように、はい、そこからどんどん辻褄合わせで物を減らしていくっていう風に感じで、じゃあこれも取り外しましょう。はい、これを取り外す、これはあっていいと思うな。これちなみにじゃあ仮にその上に何も置かないとしたら、うんうん、特にこれ一生用途ないじゃないですか、うん、いやそれはそうですよね、はい、そうなんですよ。なんで一旦悲しみなんですね。なんかすごくいいんだけど、なんでさっき言った一旦ちょっと全部出すって感じのところで、はいはいはい、全出しですね、はい、っていう感じで今と、まあ、下を空っぽにして、でここは下着ケースっていう感じで使ってるんで残してるんですけど、うん、はい、まあ、どうですかね、ここ開けてみて、うん、抜け感ですよね、まあ、この状態を目標にしたいって感じですね。じゃあ早速ちょっとこの辺りで、はい、ここから今いろいろ出したから、まあ、ここから辻褄を合わせるために減らしていくんですけど、うんうん、まあ、どうするかっていうと、まず明らかなゴミ、うん、あの、うん、あれですね、紙袋の山行きましょうか。 あれはおそらく今すぐ減らせると思う。あ、ときめく本当ですか。紙袋もなんか本当に直近で使うものをなんか数枚取っとく分にはいいんですけども、なんか紙袋専用ボックスみたいなのができてるのっても明らかに過剰だと思うので。本当に、はい、結構いろんな人の家片付けてきたんですけど、紙袋収納するために収納を買ってる人は僕初めて見たので。本当ですか。はい、本当ですすごい、これあのヘアピン入れにします。これは、はい、ヘアピン入れ、ヘアピン入れ、ヘアピン入れ、はい、これ以外にヘアピン入れありません。ヘアピンをあの、はい、まとめて持っていってるんですよ、使って。んなんかでも使ってるんだったら、うん、ここに眠ってないはずなんですよ、うん、あの要は、はい、これもう今後多分こういうのいっぱい出てくるんですよ。その出てきた途端にこれに使えるみたいな。あ、はい、大丈夫です。使えると思って取ってるんですよね。はい、私ここには住んでないんでここは住んでないんで。住んでないとこのためにでも家賃払ってますからね、はい、そうですね。ここだけで月4万円ぐらい払ってると思うんですね。いやいやですよね、うん、物に家賃を払っている。なんで年間48万円くらいこれでぶっ飛んで、ね、あ、本当ですね、うん、もっと言うとここを管理するために自分 の、うん、あの時給払ってるんで、あ、そう、そこまで含めるともっと。そうなんですよ、すごい、またモンスターがすげえ、マジ俺こんなに紙袋持ってる人人生で初めて見たんで逆に楽しいです。今こういう人と巡り合うために僕 YouTube 頑張ってるんです。すごい、なんか旅行に行った時の感じもありますよね。はい、まあ、シンプルにその紙袋に対して思い出を宿せるのが僕すごい好きなので、いろいろありますけど人によって思い出のものって、うん、だから例えば着てないけどデザインが好きで服残してるとかだけど、まあ、結構やっぱり紙袋とか外箱とかすごい全部残してるから、まあ、僕の感覚値で言ったら、まあ、紙袋ってコレクションの要素でなければ、うん、まあ、2、3枚も置いとけばそんな困ることないと思うんですよ、うん、シャネル。これシャネルのとか別にいいんだけど、はい、これ本店なんですよ。へ、それでルカンボンって書いてるのって多分他ないんですよ ね、 あ、なるほどね、それで撮ってたの。すげえ、紙、まあ、その現地でしか買えない、まあ、例えばなんかメルカリで売れるものにあの海外のハーゲンダッツのパッケージがあるんです。 あるね。そうそう、私もこの間びっくりしました。そうそう、要はそういうなんか、うん、あれはコレクターがいるんですよね、うんうんうん、そのハーゲンデザート菓子のパッケージのコレクターがいて、びっくりしました。で海外版のがわざわざいけないから
はいはい、行くと交通費かかるからもうメルカリで買おうみたいな人がいて、まあ、なんかそれに近いのかなと思いましたね。だいぶでも3分の1くらいになったと思うんで、いやもう相当減った、うんうん、団長の思いで買えるからっていう感じで、引き続きちょっと書類がいっぱいあるんで減らそうとしてるんですが、あの事業やってる関係で7年以内は取っとかないといけないから、まあ、それは取っといていいんですけど、まあなんかもう7年過ぎてるものとかももしかすると出てくる可能性があるので、うん、そういったものを減らすって感じですね。なんです。すいません。はい。で12ですね。捨てます。はい。嬉しい。おお、すごい。でもそれ嬉しい。めちゃめちゃ嬉しい。ここで、うん、あのここのものが入れられるから嬉しい。そうなんですよ。っていう感じで、あのクローゼットにぎゅうぎゅう詰めだったものをこっちに入れましょう。多分減らしていったらどんどん空いていくんで。これはすごいいいかも、うん、嬉しい。まあ、要はこれを繰り返していけば、うんうん、もうあそこに置く必要なくなるんですよ絶対、うん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 、っていう感じでどんどん減らしていきます。すごいの出てきてなんだこれ。おおすごい iPod ナノ知ってますか。あはい、多分僕が子供の時ですか。小中学生の時とかですかね。まだ空箱なんで。え、何これ CD 入ってる。説明書が CD なの昔。え、ちょっと見ていいですか。うん、はい、あーなるほど、ね。まあ、要はこれアプリケーションがこの中に入ってるって iTunes がこっから iTunes ダウンロードして使ってくださいっていう。昔そうだったんだ、はい、そしてまた開きましたねこれは。そうですね、ちょっとこれも捨てちゃいますね。捨てるの。そうですね、もうあの収納捨てないとどんどんまた増やしちゃうんで。それ捨てる。これなんかあれです、思い出ある感じですか。いや思い出はないけど便利がいい。持てるすごい。そう、持ち運びするのって紙袋いっぱい紙袋いっぱいあるからとかこういうものほど危ないと思った方がいい。中身見えないし。そうね、見えないと使わなくなりますもんね。多機能だからまた残しちゃうとかって、うん、っていうのがそうですね、まあ、こんな感じで意外とリズメしていくと納得できるものが多分出てくると思います、うん、でもなんかすごくいいな、はい、立派っていう、ね、箱みたいなのが私好きなのかも。あ、そうですね、もしかしたら、はい、眩しいと思うんでもったいしますね、うん、あの今まさにおっしゃってた、まあ、箱が好きみたいなのってっとここにもあるんですよ。で箱系が好きだと何がまずいかっていうと、うんうん、結局中身見えないからこれはなんか謎の空の袋入れます。それあれどうしようかな。それも旅行に使えるなって。まあでも多分用途的にはいっぱいあるかな、うん、いっぱいあるよな、はい。まあ、僕もいろいろこれどうですかって聞いてるじゃないですか。その あのそういう時にその本当に残してるものっていやこれはもう絶対使ってるんでって言うじゃないですか。うーん、今って迷ってるんで。だって使ってなかったもんね、物入れだったから。そうです、物入れにしたいなと思っている。特で特にその物入れにしたいと思ってる時が一番危ない。そう、またそこに入れちゃうんで多分なんかはい、うん、そうですね、悲しみっていう感じで、うん、一旦ここ床にあったもの全部あの仕分けできて、うんうんうん、まあ、戻さなくても良くなったんですよここに、うんうんうん、どうですかこれで。いやもうすごいスッキリ。まあ、あとね今後の課題ですけど、まあ、うん、僕はもうさすがに無理に減らせとは言わないんですけど、うん、まあ、一旦夏物そう衣替えっていうのがちょっと今後しないと、かといってじゃあそこにぎゅうぎゅう詰めになってるとそれはそれで毎日の身支度が面倒なるし、うん、はい、まあ、ともっと言うとここに置いとくことで今後多分あやっぱもういらないかもっていうのも多分出てくるんですよ、うん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 、確かに。まあ、だからあえて見えるようにしてますね、うん、まあ、本当はこんな感じで衣装ケースに詰めて上に置くことも考えたんですけど、一旦ちょっと見えるか、自分がどれだけ持ってるかっていうのをもう把握してもらいたいので、一旦こんな感じで畳んで置いてますね。あと、まあ、カバンとかも全部このあたり、うんうんうん、はい、このあたりとか見てるとどうですかね、こっちの方が居心地いいとかないですかね。居心地はいいですよね、うんうん、なんか置きたくなるけど。うん、ちょっとそこは気をつけてほしいですね。ちょっとうずうずしますね。そうなったらなんかもう多分奈緒さんはなんかこう病気病気というか、はい、もうそういう物に囲まれてる方が幸せな人生っていう風にも諦めつくかなと思うし、なるほど、なんか置けるかなとかすぐ考えてたってことね。気持ち悪いことは全然ないですね。埋めたくなっちゃうっていうのはあるでしょうけど、あのホテルっぽくって素敵ですね。あ、そうですね、好きです、うんうん、はい、なのでちょっと一旦これでまた生活してみて、うん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 、あの感想を聞かせてください、はいはい、ここねすごく今いいんですよ。あ、これね、ここはいいですよね本当に。あの、はい、機能的なんですよ、美しいし、うんうん、前回こんな風にしてみてください。本当にあの仕事に行く時とか、はい、まあ、外出する時さっと取れて使いやすくなった、すごく使いやすいっていう感じで、あの、まあ、一旦夏物とかを上に置いたから
それで使わなくなったハンガーもあるんですけど、多分ですね、ここにあるハンガー全部足したら、マワハンガーはやっぱり1本200円ぐらいしますね。恐ろしいかも。ハンガーだけで6、7万ぐらいかかってると思いますね、これ。だって400本以上あるしな。かかってる服が400で、で、さらに余分なハンガーも。前ありましたもんね。あ、そうそう。服が多いと、まあ、ハンガーにもこんだけ金がかかって、ってるって思ってたし、いらない服のためにハンガー代もそんなにかかったっていう。そう、もうすごいや。そうですね。そのためにちょこちょこ買ってたんで、それが余計良くないですね。そうですね。金額を分かってないという。まさにまさに。僕もちょっと生まれてこんなにハンガー見たのは初めてですね。本当に。はい、こんなまとめて出すことなかなかないんで、周りを見比べてみると私は結構するなみたいな感じ。と思ってたけど全然ですね。ああ、まあ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 。でも分かんないですね。ただ正直基準がわからない。基準が、ただなおさんって今のとこ僕の YouTube チャンネル出てくれた中で一番最年長なんですよ。あ、55歳で。なるほど。だから、はい、やっぱりものこんだけ、まあ僕過去一ものが多いとは言ったけど、うん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 、やっぱり大前提年齢重ねるほどものが多くなってくるし、なるほどなるほど、まあ、サンクコストって言われるような。サンクコスト？あ、はい、なんですかね、はい、サンクコストって。そうですね。じゃあなんで高齢者の人とか年齢重ねた人が釣れないかっていうと、一番最初に言ってた言ってたやつ、うん、まあ、復習がてら話すと、要はサンクコストっていうのは、まあ、埋没費用みたいなの言ったりするんですけど、要は人間かけた時間とお金だけそれに価値を感じるようになるので、例えばあの20代の頃から着た服もあってた、はい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 、ってことは30年間ずっと捨てずに残してきてるから、それが今着ない服であったとしても大事に感じちゃう、うん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 、いらないはずなのに30年残してきたからとかっていうのもあって、結構だから年を取れば取るほど捨てづらくなります。大前提価値を感じちゃう。そうです。勘違いして、勘違いします、はい、うんうん、価値はないんだけど、ないんだけど30年間取ってきたからとか、ホス、ね、うん、狂いでやめられない人とかもそういうのですね。まあ、担当のことそんなにも好きじゃない、離れたいとか思っててもなんでズブズブお金続けるかっていうと、まあ、何十万何百万ってお金使ってきてるから、課金してるから。そうです。あ、まあ、あの課金ゲームとかもそうですね。ソシャゲとか、ソシャゲやめられないのもそうやってガン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 お金使ってきて、で正直もう飽きてきたし、まあ、正直いつもと同じ繰り返しじゃんみたいな、なんか課金して新しい強い武器ゲットしてもまたインフレして強い武器出てきてでまたそれに課金してっていう、で同じような仕組みでもう飽きてきたなと思っててもやめられないのは、いや俺今までこんだけお金払って続いてきてみたいな。それと一緒なんだ。そうですよ。だから人間お金を払ったりとか時間を使えば使うほど、あ、そうか、時間を使ってるからですね。そうですね。これ何でも言えます。転職できない人とかもそういう通りですね。なんか今職場モヤモヤしてるし、なんかが今の職場ピンときてないなって人も、まあでもいっかって残り続ける人いるじゃないですか。いる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 。ああいうのって、まあ、文句言いながらいたりとか。あ、ですよね。うん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 、まあ、それってもう長年ずっと働いてるからそこは居心地よくなってると、うんうんうん、とか、変わるのが怖いみたいな。僕のイメージと公務員の方とかに多いです。なるほど。安定してますからね。安定してるしずっと長く勤めてきてるからっていうので意外と辞めない、まあ、なんか給料悪いしとか別にそんなにやりたいことじゃないんだけどつって辞めない人は結構、うん、なるほどなるほど、すごい。そうですね。今後多分また物減らしていくと思うんですけど、一つそこを思い出してもらって、うん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 、いいですね。うん、またさっき言った紙袋とかもろもろ思い出のものは全部捨てられてる。あの基本思い出のものが捨てられないので大前提そういうのがありますね。本当にそれが好きで残してる分にはいいんだけど、うん、なんかいらないなと思いつつは思い出がみたいな、うん、なってるのは大体、ね、ですね、それですね。長年取ってきたから、ね、だってあれ瞬殺でなくなっても、はい、何の困りもしない。あ、そうそうそう。そうって分かってるんですけどね。そういざ見てみるとちょっとなんか謎にときめいちゃったりして、あ、とか、うんうん、別になくなってもいいよねっていつも考えてはいるんですよね、うんうん、ここ今ここにあるあの塊なくなっても全然大丈夫だよねとかって、はい、っていうのと、まあ、あとさっき言ったと自分はこう、まあ、捨てられる方かもっていうので、まあ、実際あの多分この55歳っていう年齢の中では本当に捨てられる方だと思います、実際。本当に、はい、本当にまさに、はい、嬉しい。ただ一つ言えるのは、あの奈緒さん恵まれてるんですよ。なんでかっていうと、はい、僕が来てるからです。ありがとうございます。ナルシストみたいな感じてますけど、世間一般的にやっぱり、うんうんうん、まあ、みんな多分さっき言ったんですよ、理論は分かってると。
迷ったら捨てましょう、ときめいたらとか、1年使ってない、みんな分かってても捨てられないのはきっかけがないからなんです。そうね、一通り勉強にもしたし、してるし、そうです、それこそアドバイザーの方呼んだりとか、もう本もいっぱい読んでるし、僕の YouTube 見てくださったりとか、だからみんな多分ここ動画見てる方もみんな理論は知ってても、結局なんで減らせないかっていうきっかけがないからで、そうで、ときっかけ何かっていうと、僕の場合はもうフリーター時代に一人暮らしを始めるっていうのがきっかけ、実家を抜けるために物を減らさないと一人暮らしできないからっていうきっかけがあったから、ガンガン物を減らす、すごいですね。年齢も若かったし、そんな物もあの直さんほども多かったわけではないから、し、まあ、やっぱりとにかく自分の現状打破をしないといけないっていうそのきっかけがあったから、何が言いたいかっていうと、そのくらいやっぱきっかけがないとみんな減らさないんですよ、いくらこうすっきりした生活に憧れるとか、そうかも、そうかも、こんなに急激には減らないし、ただ片付けるのってやっぱ短期集中でやらないと終わらないから、だから結構そういうきっかけを作って一気に減らすっていうのは大事なんですけど、あの、まあ要は何が、奈緒さんが恵まれてるっていうのは僕が来たっていうのはきっかけになってるじゃないですか、さすがに YouTube にも映るし僕も来てるし、さすがにやらざるを得ないみたいなそう、圧が、そうですね、はい、まあ、そういう意味では恵まれてるというか、まあ、申し込んだのは当然奈緒さん自身だから、なので、あのきっかけが欲しい人はぜひ概要欄から僕のこの YouTube チャンネルで申し込んでいただけたら、ぜひお待ちしてます。お願いします。あともっと言うと、でもこれが終わった後もまた勢いづくと思いますね。あ、いや思います、今もう勢いづいてたんですけど、はい、意外と実はカメラ回ってないところで減らしてたりとか、で今日特にクローゼットめっちゃスッキリしたから、多分これ見て気持ちいいとか、もっとやろうみたいな、減らせば減らすほどどんどん加速するんで、いや分かります。そうなんですよ、一箇所片付いてくるとどんどん楽しくなるし、まあ、容量も分かってくるし、まあ、あと空間的なスペースにもゆとりが出てくるから、どんどん作業効率上がるっていうので。そうですね。でさっきクローゼットが出てきた、これ もうこのタイミングでトイレ行きましょうか、じゃあ、まあ、いくらスッキリ見せたいとはいえ、これをまたクローゼットに置くともう動きに無駄が多すぎるんで、例えば僕がやってるのはこれ袋を外しちゃう、まず、可愛くないですよね、このスコッティのが全然超生活感、はい、全然出ますよね、で僕も最近はもうトイレットペーパー買った瞬間にこれ開封しますと。あ、はい、あ、でも置いてましたね、自家置き、自家置きしてます、白いものを自家置きしたらそのまんますぐパッと取り出せるし、あ、そうか、そういうとこあるんだ、一応これはあるんですよ、まあ、僕だったらもうこれなくしますね、なくそう、なくして、これだけにしますね、うん、じゃあもうこれも捨てよう、あ、もういらないですか、もういらない、はい、これも捨てて、これもないでしょ、はい、その2ついらないですね、一旦こうなりまして、絶対こっちの方がいいな、まあ、要はこれがここにあったじゃないですか、結構目線の高い位置にこれごちゃごちゃしたのがあったから、まあ置いてみると分かるけど、もともとこれがなんかここにあるみたいな感じだったじゃないですか、なんか入った瞬間にこのトイレログがバンってこう来てたんで、まあね、こっちにトイレログの固まってるし、はい、まあ、なんか目線の高いところにあんまりちょっとそういうごちゃごちゃしたものを置かないだけでも、はい、まあ、でも少なからずあそこにトイレペーパー置くって決めたから、今後はあのクローゼットに置かない、でそもそもそこのやつがなくなったらそこからパッと取れば簡単に補充もできるじゃないですか、あのわざわざクローゼット行かなくていいから、僕今回だからあんまり奈緒さんの服をそこまでめちゃくちゃ、まあ、減らしたけど、だいぶ無理に減らさなかったの服が好きだからなんですよ。ありがとうございます、まあね、服が好きだからこそ、はい、ハンガーもこだわった方がいいですね。あ、はいはい、せっかくいいもの持ってるし、なのでこのさっき捨てたハンガーもそうですね、このタイミングで捨てますので、とハンガー統一したらあのクローゼットの見た目も良くなるんで、綺麗になりますよね、確かにそれは本当にあのスタイリストさんも勧めてた、はい、そうですそうです、ハンガーはこだわったもので統一するっていうのは本当におすすめ、はい、という感じであのハンガーこっちに全部もう全部マワハンガーにしてます。これどうですかね、こっちの方が良くないですか、全部マワ、良い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 っていう感じでお気に入りのマワハンガーだけになったっていう感じです、はい、ということで2日目8時間かけて14袋減らしました、はい、いかがでしょうか、はい、ちなみに前回も8時間くらいやってその時が7袋ぐらいでね、見返してみたら今日倍ぐらい捨ててますね、ね、すごいですね、今日2日目だからまず自分の価値基準も分かってきたし、とかその傾向あるじゃないですか、なんか傾向がすごく分かった、あの入れ物が好きそう、入れ物が好き、入れ物にときめくとか、はい、いつか使えるかもで、取ってる取ってるとか、2日目になってくると、まあ、乗り越えられるってきたから、
結構勢いづいてきたかなと、はい、で、まあ、ここにあるのはゴミ袋じゃなくてもうこのあとすぐブックオフに持ってすぐに売りに行く袋ですね、はいはい、まあ、それ入れても本当14袋ぐらいあるんで、はいはい、めっちゃだから 2日間で計、まあ、20袋以上捨ててるんで、うん、はい、だいぶ家すっきり、まあ、まだ全然物置部屋は眠ってるんでまだまだですけど、まあ、特に2日間16時間かけてクローゼットがようやく1個終わったっていうでまだと物置部屋もあるし2個目のクローゼットもあるし、はい、クローゼットの中だけでもこんだけいらないものできたんで、はい、すごい、うん、でも自分で進めます。はい、そうですね、僕がいない間も当然進めてもらって、はい、まあ、また、ね、また来るので、うん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 、引き続き厳選したものだけ残します。ちょっとこれ捨てに行きましょうっていう感じで、まあ、2日間片付けして、うん、まあ、ちょっとここはまだ全然ぶっちゃけ終わってないです。はい、全く手をつけられてないのでまた後日動画の後編、また今後後日アップしていくので、 ここ、はい、でここはでもだいぶまず足の踏み場が見えるようになったし、すごい抜け感、あ、そうですね、はい、で、まあ、繰り返しになるけどこっちにボトムスを全部、いや、これめちゃくちゃ気持ちいいですね、うん、はい、まあ、特に、奈緒さんって、まあ、デニム好きじゃないですか、うん、まあ、今自分が履いてるものも含めて、そうそうそう、まあ、そういったものがちゃんとこう一発で分かるような、ね、綺麗ですね、うん、まあ、最初なんか見える収納を目指したいとか言ってたじゃないですか、うんうん、可視化ね、そうそうそう、はい、でも可視化できるようになったし、うん、ボトムスはこっち、うん、でトップスアウターはこっちっていうのが明確になったんで、うん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 、これこそ多分明日の朝起きて身支度するときは感動すると思いますね。さっとそう、さっと何がどこにあるか分かるようになってるっていうので、あと床も減らして何も置いてないと、はいはい、掃除機もかけれた、そうですね、掃除機まあ、 当たり前なんですけどね、掃除かけるのは、はい、いや奥ね、奥、まあまあそうですね、奥、うんうん、物がかけれなかったなんでクイックルワイパーとか掃除機もかけやすくなってる、そうですね、でも下着もここに全部まとめてあるので、うん、あとここにカバンも当然、うん、お気に入りのカバンがここに置いてあって、うん、でまあ、ちょっと今後の稼働としては一旦衣替えという感じで夏服、春服がちょっと上に詰まってるんで、あえて収納で隠さないで見えるようにしてあるんで、まあ、ちょっとこれを毎日ここのクローゼット着た時に、あ、意外とこれもういらないかもっていうのが出てくるかもしれないんで、まあ、夏に向けてこれもちょっとずつ減らして、うん、まあ、でもだいぶ本当に見違えたな見違えた本当に、もともとこっちにもプライベートの服がいっぱいあって割と空間に余白が前よりはできたかな。でいうと、あとここなんかクローゼットにこういう割れ物がいっぱいあるのすごい怖いなと思ったんですけど、あ、本当、これ、あ、本当だってこれ仕事で使う感じなんですかね。これはもう趣味です、もう花瓶ですね、これ。これ物置部屋に行きましょうか。おお、シンプルにクローゼットに置いとく必要ないし邪魔なんで、これ物置部屋、はい、一旦これこの明らかに割れそうなものが足元にあるんだって危ないじゃないですか。ほう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 、はい、まあ、なおさんに考えてほしいな、その減らすのもそうなんだけど、うん、この間でも割れた、あ、そう、ここに置いてたからですよね、そう、だからここで多分仕事のどうなんか服とか着替えてる中にこれあったら、うんうんうん、普通に考えたらこうバーンってぶつかったりして終わるじゃないですか、はい、まあ、なのでこう減らすのもそうなんですけど、はい、どこに置くべきかっていうのは考えた方がいいですね、まあ、なおさんの課題として、うんうんうん、結構なんでこれがここにあるんだろうみたいなものが割と多いので、とりあえず、まあ、明らかにクローゼットよりはまだこっちに置いた方がマシというか安全なので、うん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 、はい、はい、まあ、ちょっとまだごちゃついてますけど、したら正直、はい、これも次回以降ちゃんとやっていきますが、はいはい、まあ、ただいぶあっちに移動させられたから、うん、って感じで お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、ありがとうございます、はい、いえいえ付き合っていただいてありがとうございます、はい、ということでご視聴いただきありがとうございました、まあ、次回はここを片付け終わらせましょう、はいはい、なので続きが気になる方は、はい、まあ、あのチャンネル登録とかしてもらって、でもしあの奈緒さんみたいに自宅にミニマリスト支部を呼んで片付けてほしいという方は、あの動画概要欄から URL あるのでそこからお申し込みいただければ、もう全国どこでも札幌でも沖縄でも大阪でも行くので、ぜひ応募お待ちしております。どうしても例えば顔出しできないとか家庭の事情で部屋を移せないって方はですね、概要欄の LINE から登録していただくと、まあ、例えば僕の物の減らし方をまとめた質問リストとか、まあ、あとたまに僕があの Zoom 限定のこう物減らしセミナーみたいな、まあ、たまに個別の相談とかもやってたりするので、ぜひ申し込んでみてくださいっていう感じで、じゃあちょっとまた次回はここ頑張りましょう。あ、はい、頑張ります、はい、頑張ります。ではでは。